んちゃんです。今回は個性的な御朱印が授かる重金神社を紹介しますそして神社の近くで食べましたブラックそばも紹介します久しぶりの食事処の紹介です今映っていますのは重金神社の鳥居前です重金神社は神奈川県横浜市栄区上郷町にあります最寄り駅は JR 港南台駅からバスに乗り紅葉橋バス停を降りて歩いて 四五分ほどです。それでは参りましょう。と、早速この階段ですが、願いが叶う階段です。願い事を唱えながら登ると、願いが叶うのだそうです。階段を登り切って後ろを振り返ると、天気が良ければこのように富士山を見ることができます。では神社に手を合わせましょう。こちらが、重い金神社です。御祭神は、矢心重い金狼と、仕立てる姫です。 オモイカネオオカミは、高結びの神の子で、アマテオオ大カ神の知恵袋とされ、知恵の神様です。また、アマテオオ大カ神が天の岩戸にお隠れになったとき、知恵を絞り、アマテオオ大カ神を岩戸から出し、再び大地に太陽の光を戻したことから、天候の神様としても知られております。そして、この神様は、八つの天候を司る神様です。 雨、風雷太陽のほかに雲雪霧霜も司さどります。と調べて思ったのは高尾山の会で天候を司さどるという話をしましたがここでもまた天候の神様が出てきましたやはり呼ばれていたようですまた三の塔の会も意味が出てきたと思いますそして下立てる姫ですが天照大神の姉にあたりますまた、 仕立てる姫は若ひるめとも呼ばれ紀州和歌山の語源となった若の神様です。重い金ととは夫婦の関係となります。それでは手を合わせて他を見てみましょう。神社の左に霊道石がありました。払い玉へえ、おえ玉へと唱えながら3回右回りで回りこの石に触れるとパワーをいただけます。 実際に錫杖を持ったままやってみましたが、錫杖が避雷神みたいな役割をしたのか、石に触れるとクラッと来てパワーが流れ込んだ気がしました。この石は高知県四万十川のパワーストーンです。もともとこの神社は白山神社の拝殿として建てられたものですが、宅地計画により合祀され、重い金神社となりました。この時、高知に祀られていた御霊を移した神社です。そして、この。 霊堂石はゆかりのある四万十川から取れた霊石です。さらに奥に進むと、水はめの神をお祭りしている水神社があります。日照りには雨を、豪雨の時はそれを沈める水の神様、イコール竜神さんです。その奥に、魚霊の日があります。高知では、重い金神社奥者として、漁民や町民が参拝していたようです。その後、 横浜に本社が移され、石碑が建てられたそうです。また、この神社の右裏手には見晴らし台があるようなので、行ってみることにしました。かなり登るのかと思い、気合を入れて登りましたが、1分とかからず見晴らし台に到着。そこからの風景がこちらです。この後、社務所に行き、御朱印を授かりに行きました。こちらは見開きタイプです。 御朱印はシングルタイプと見開きタイプがありますそれぞれ一種類ずつ授かりました共に書き置きのみですそしてこちらがシングルタイプちなみにシングルタイプは十種類見開きタイプは八種類ほど今はあるようですただしその日に授かれる御朱印は全種類ではなく表に出ている御朱印のみのようです 用紙に授かりたい御朱印の番号に丸をつけて渡すと、その場で日付を書き入れてくれます。また、ここに書かれている言葉もこの言葉とは限りません。何が書かれているかは授かってからのお楽しみです。この御朱印には一期一会と書かれています。このチャンネルでの出会いも大切にというメッセージですね。詳しくは、おい金ね神社のホームページをご参照ください。 重もいか神社は以上です。続いては、重もいか神社の近くにあります日本そば、新庵を紹介します。新庵は神社を出まして左方向に向かいます。大通りに出ましたらまっすぐ進み、歩いて10分ほどです。こちらが新庵さん。日本そば屋さんです。中に入って目に留まったのはブラックそばでした。富山でブラックラーメンを食べましたがここはブラックそばです。頼んだのは ブラックテンザルこちらがブラックテンザルです。まずは麺だけ食べてみました。太くコシのある麺です。美味しいです。つゆは甘辛いつゆで、ごまがたっぷり上に乗っていてラー油が入っています。つゆにつけて食べると甘辛いつゆがいいです。ラー油の味もそばにあっていて美味しいです。やみつきになりそうな美味しさ。おすすめです。隣で食べていた人も同じものを注文。 うまいと言って食べてました。しんやんさんは以上です。お出かけの際はホームページなどで確認の上お出かけください。今回は以上です。次回は弁慶義経にまつわる神社仏閣を紹介しようと思います。ご視聴ありがとうございました。面白かったという方はグッドボタンを、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。それではまた。